ということでございまして、スペシャルですが今季トリコールランドリー初登場ということでございまして、楽しい時間をね、しっかり過ごしてまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。さあ、それでは、お呼びいたしますので、どうか、こちらまでご登壇ください。よろしくお願いいたします。まずは本日の主役でございます、元横浜 F マリノスミドフィルダー藤本純吾さん。ありがとうございます。じゃあこちらです。じゃあよろしくお願いします。さあ、そして、続きまして鳩安博アンバサダーはい、そして栗原雄三クラブシップキャプテン。今何してたんですかあ、そっちです、そっちです。はい、ゆうさん、よろしくお願いします。初よろしくお願いします。お願いします。そして藤本さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは、まずはじめに、皆さんに一言よろしいでしょうかね。皆さん、お久しぶりでいいのかな。お久しぶりです。スクールコーチとして帰ってくることができて本当に嬉しく思います。これからよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて、ハブさん。はい、今日は純吾にたくさん喋ってもらうために僕が回し役で来たんですかね。はい、はい、どんどん回してください。わかりました、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、ゆうぞさん。こんにちは。今日は世界の藤本さんが帰ってきてくれたんで楽しみです。よろしくお願いします。鍋やつみたいに言い方ですねはい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあお席にどうぞ。よろしくお願いいたします。さあ、そんなわけでございまして、今日はね、おかえり純吾のサブタイトル通り、藤本さんを中心にあんなこと、こんなこと、バラエティーに富んだ楽しい時間をお送りできればということです。あ、はい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 。あ、もう皆さんね、掲げて、あ、すごい。もう25番だらけですね。だらけですね。嬉しいですね、まだ持っててくれてたの、本当に。ね、いかがですか、この反応は。いや、嬉しいです、やっぱり。はい、自分からちょっとね、出てってしまった。ちょっと、純子ちょっと声張って。あ、オッケー、すいません。はい。いろいろ今日鳩さんが言ってくださると思いますんで、はい、その辺でよろしくお願いしたいと思います。さあ、まずは藤本さん、改めて、Fマリノスに復帰ということで、もうサポーターの皆さんも十分、ご承知だと思いますけども、今のご自身の環境や活動内容を教えていただけますでしょうか。そうですね、今主に、北エリアっていうんですかね、この近辺、はい、日産スタジアム近辺で、広告、はい、とかで、新吉田、東大和、中山校とかで、スクール幼稚園生から小学生の、はい、スクールの校長をやらせていただいてます。お子さんだと結構教えるのはどうなんですか。大変ですか。いや、大変ですね、やっぱり入り方間違えると、ね、やっぱりね、話をこっちがふざけちゃうと、子供たちもふざけちゃって、それで終わっちゃったりしちゃうんで。ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。その境を。っていうのと、まだ最初なんで、顔と名前を頑張って覚えるんですけど、間違えちゃったりとか。なるほど。っていうのがちょっと難しいです。そうですね。はい、子供だと、大人が緩いとこを見せると、そこサッと入ってきますもんね。はい。ほんで、ふざけて終わっちゃうっていう。そうそうそうです。そうですよね。あとさん、藤本さん、コーチされてるじゃないですか。はい、向いてるな、向いてないなって。いや、もう向いてるも向いてないも、やっぱり純吾に教えてもらえる子供たちってやっぱり幸せですよね。うんうん、もう本当テクニックはもちろん、やっぱりこう教え方もこのキャラクターですから、はい、優しく子供たちに接してもらえるし、いや本当最高だと思いますよ、子供たちは。はい、どうなんですかね。いや、もうだって笑顔が優しいですもの。ああ、よく言われます。雄三はちょっと怖いですかね。さっきの画像見て限りで怖いです。いや、怖いですね。怖いですね。さっきあったで今度 SNS 上げようと思うんですけどね。雄三怖い顔するすぐするから。
ねえ、ちょっとあのそっち系の顔でした。ゆうとさんから見て藤本さんいかがですか。え、コーチに向いてるとか、向いてるんじゃないですか。っていうかまあやっぱり技術っていうか、うんうん、本当高かったし、そういうタイプなんで、うん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 、あの教える説得力ありますよね、うんうんうん、下手くそなやつに教わってもお前できねえじゃんみたいな感じになっちゃうんじゃない。確かにそれはあるかもね、うん、木村さんね、この2人あれ小学校から一緒にやってるんですよ。あ、そうなんですか。はい、はい、いやちょっと小学、まあ、まあ選抜だよね、小学生。そうですね、中学校で同じチームだったんで、まあ、小学校は五条法ですね。だから最後に3人で俺の方見るのやめてもらっていいですか。いや、さっきもねちょっとここ皆さんの前に来る前にこの3人で話してたんだけど、その最初一緒にやっててもいろんな道を通りながら最終的な目標にはみんなたどり着いたねっていう話をしてたんですよ。はい、でもっと言ったら、一緒にチームメイトでマリノスでやってるじゃないですか、で僕は純吾とは濃い面で対戦相手として戦ったんですけど、さっきもちょっと話してやっぱ一緒のチームでプレーしたかったねっていう話もしてたんですね。やってみたかったですね。意外にそういう選手間のあれはあるかもしれないですね、他のチームのね、こう引退してみてみんな、あ、この選手とやってみたかったなとか、うんうんうん、そういうのは出てくるんですけどね、純子とは一番やってみたかったですよ。え、本当ですか、嬉しいな、それ。いろんなボール配球してくれてね、ええ、でなんかこう合わせるだけみたいな、走っていけばいいみたいな、ええええ、割とサイドバックのオーバーラップを使うタイプなんで。使うタイプ、はい、それおとりに使うタイプじゃない。いや、おとりに使うんです。大丈夫、ちゃんとパス出します。あのプライベートでもあの基本こうやって楽しく話したりとかとか、お食事行ったりとかするんですか。プライベートはそこまでって感じですかね。あ、そこまで。まあそれぞれ家族もありますし、ね、こうやってイベントとかこうやって会えばね、いろんな話しますけど、みんな仕事忙しいんで、そこまではね。そうですね、まあでもちょこちょこは行った。ちょこちょこはね、この前も行ったしね。そうそう、この前も。あと小学校の時じゃなくて、中学校の時なんか想定して2週帰ってましたからね。ああ、そうですか、はい、じゃあ仲いいんじゃないですか。仲いいですよね。仲いい、仲いい。 おじさんに突き飛ばされたりとかね。ああ、懐かしいね。よちょっとその話さらに掘り下げていいですか。いや、はい、あれは俺が悪いんですよ。俺が悪いんですけど。電車で突き飛ばされたの。そう、あの横浜駅って始発じゃないですか、相鉄って、うん、ほうほう。で、まあ中学校の時だから、まあ、多少のやんちゃするじゃないですか。で、あのまあ、みんな並んでいるところを、まあ、横入りみたいなのしてしまって、はいはいはい、で電車の中でと思って突き飛ばされた。突き飛ばされて吹っ飛んだっていう話。あ、それ純子悪いね。あ、僕は悪いんで、うん、あの全然あれだったけど、雄三とかケラ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 笑って。雄三さん謝ってください。謝って。いやいやいや、純吾その時まだ身長130センチくらいしかなかった。ああ、すごい飛んでましたよ。気づいたら網棚の上にいましたもん。飛ばされて。どんだけや。今季違いますね。今季いいですね。いいですね。滑らかですよね。ちゃんと落ちまで行きましたね、今ね。網棚乗るわけないじゃないですか。ああ、まあまあまあ、でも そういう細かいことだと多分いろいろありますよね、子供の頃だったら。余計、まあそれはね、あの、はい、横浜駅で遊んだりとか。なんか試合でのエピソードないんですか。なんかその一緒にやってて、うんうん、試合でのエピソード、うん、一緒に、うん、なんかタイトル取ったとかないですか、そのアカデミーの時。いや、でも僕ジュニアユース言っても1年しかいなかったですし。あ、その1年が優勝と一緒。はい、選抜とか、まあ国体で一緒、高校の時は国体で一緒。あ、敵だったり味方だったり結構激しいよね。そうそうそう、うん、最初は小学校のチームは敵、敵、中学校味方、味方で、また敵になり、うん、でプロになってまた敵で、そこからまた味方になり、でまた敵になり、で今も戻ってきたんで敵になってます、ね。敵かい。おかしいやん、おかしいやん、おかしいやん今。
冴えてますね。冴えてる冴えてる。ちょっと今年ちょっと期待できる。ちょっと待ってください。今日僕いらないでしょ。いやいやいや、いりますよ。いります。だってはでも鳩さんがこう両サイドにパスを出していただくと。本当ですか。これだけしゃね、雄三が滑らかに言えるから。じゃあとりあえずはい、またちょっとコーチの話に戻りますけども、はい、コーチにやってどのくらいになるんですか。いやもう本当に2月1日でスタートしたので、本当にまだ日が浅い。はい、まだ1ヶ月経ってないです。はい、で実際にじゃあもう本当に期間短いですけど、やってみてなんかやりがいもあれば難しいこともいろいろあると思うんですけども、はい、その辺いかがですか。いやまあやっぱり自分が伝えたいこととかを全部伝えても多分まあ小学生の子たちとか幼稚園の子たちなんで、まあ、難しかったりとか伝わってるかなって思ったりとか、あとそれにこう付随して自分もあ何言おうかなってまとまんなくて自分がパニックになったりとかしてしまう。どうしたらいいだろうっていう、はい、あなるほど。だからその伝え方とか、すごい難しいです。そういう時に何か参考にしてる人とか何か書物とか何かありますか。ああこの人教え方うまいな、まあ、でもやっぱりそのマリノスのスクールコーチみんなうまいんで、ちょその辺は今勉強して見ながら、はい、でいろいろ聞いたりとか相談して。はい、そうですよね。まあ、寛平さんにもちょくちょく連絡して一回だけ教えて、うん、でへこんで寛平さんにへこみましたって LINE して、だよな俺もへこんだぞって LINE してくれたんで、それでこう心は救われましたけど。あやっぱり同調するあれは必要ですよね。はい、そうですよね。はい、あとさ人に教えるっていう難しさっていう意味ではどうですか。いや教えるっていうよりもこう伝達するのは難しいですよね。自分の言葉でその人に伝えるっていう、はい、そこはもう日々葛藤してますよ。そうですよね。はい、それみんなそうじゃないですか。そうですね。はい、で こうやってこんな近くで話してるのに伝わらないことって結構ありますもんね。うん、そうですよね。アイコンタクトでいいんです。あ言葉じゃなくて、はい、アイコンタクト。アイコンタクトが一番です。あそう鳩さんのアイコンタクトも目力強いからね。ねえ雄三さんね、怖いですよね。昔からのあれが次の話題行きましょうか。はい、もう皆さんなんか他の話聞きたいみたいな。それではちょっと話変わりますけども、はい、元チームメイトの飯倉選手がね、Fマリノスにまた復帰いたしましたけども、うん、感想や期待することをお三方教えていただきたいんですけど。いやまあ弘樹はそうですね、今いるメンバーで知ってるのぐらいのなんていうんですか、キーボードとか知ってるメンバーなんで、まあベテランで、まあ、チームをうまくいい方向に導いてほしいなと思いますし、まあ、なかなかチームが決まってない中でこうやって帰ってこれたのは、まあ、本当に運命だと思うので、まあ、マリノスのために尽くしてくれるんじゃないかなと思います。加藤さんは。いやもう本当に今純子が言ったように、多分本人もなんかもう引退決めてたと思うんですよね。ただこの本当縁とかやっぱタイミングとか本当やっぱりなんだろう、そういう広く自体持ってますよね。でタイミングだと思うんで、でもいろんな経験をしてきて今マリノスに入ってきて、今自分の立ち位置も分かってると思うんですよ。なのでそういう意味ではなんか広く自身もなんかすごく笑顔でプレー練習も取り組んでるし、なんかマリノスのなんかこうなんだろう、チームがさらに明るくなったなっていう、そういう風に見えますよね。明るくはなるでしょうね。はい、太陽のような存在ですよね。そうですよね。笑顔も素晴らしいし。ゆうとさんいかがですか。まあ、ひろきは結構仲いいんで、他のチーム行ってからもちょこちょこ連絡取ってたんですよ。で、まあ、今年チームないっつって引退するかもしれないって言ってたところから、あそういう話は実際にあったんですか。ね、ありましたね。でそれどころか気づいたらチャンピオンチームにいますからね。だいぶ差ありますよ。本当ですね。引退行くとこないか、引退するかチャンピオンチーム行くかってもうどういうことって感じ でメンバー入ってるから、ね、メンバーも入ってますからね。うん、だから本当に何があるか分かんないです。1か0かですね。だからひろきもやっぱ感謝の気持ち覚えたんじゃないですか。それまでなかったの。ないですね、あいつは。もう
我が道タイプなんで、多分そういう風に言えるのって雄三さんだけですから。あ、多分雄三だけだと思うんですね。純子も言えるよな。あ、うん。あ意外に上からな感じになりましたけど大丈夫ですか。年は僕の方が上なんで。あ、そうですね、はい、分かりました。さあ、ここからはですね、鳩さんと、あと雄三さんも含めてですね、お三方にお伺いしますけども、シーズンオフやっとあのホーム開幕しましたけどもね、はい、シーズンオフはどのように過ごしてらっしゃいましたかということなんですけども、どのように。僕ですか。はい、僕はやっぱり引退したんで、我慢してた食べ物を飲みながら、あ、食べながらお酒を飲んで、だいぶヘロヘロしてました。お酒好きなんですか。お酒、はい、お酒はまあ好きは好きなんですけど、あんま飲みすぎるとすぐ寝ちゃうんで、まあ、ほどほどにしてるんですけど。でも寝ちゃうのが一番迷惑かけなくていいんですけどね。いや、でもリビングで寝るとやっぱ邪魔みたいで。ああ、はい、家庭的な問題ですね。あ、そうそうそう。好きな食べ物ってちなみに何なんですか。いや、最近のあのその唐揚げ、ええ、唐揚げ、唐揚げとビールの組み合わせやっぱ最高なんだなって。王道は王道ですよね、はい、まあ、餃子でもいいんですけど。でもいいけど、なんかのコマーシャルみたいな感じで、まあ、ちょっと我慢してた分、ええ、あとタルタルソースがちょっと悪魔的なタルタルね、はい、来ちゃいますよね。来ちゃいますね、あれはカロリーがね、はい、じゃあ体重増えましたね。はい、増えたと思います。だから怖くて乗ってないです。ああ、いや、だけどこのスーツ以前マリノスのスーツだから。あ、そう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 、そうでしょ。はい、だからもう、あ、なんかって言ってちょっとってやって、はい、ベルト締めて、はい、ハトさんはオフの過ごし方。いや、オフですか、はい、僕はオフって言ったら逆に選手たちをどうなんていうんですかね、オフ企画とか、はい、聞くまりでオフ企画とか、はいはいはい、そういう時しかあのプライベートの選手たちをこうファン、皆さん、ファンサポーターの皆さんにこう お届けできないので、そういうとこもちょっと覗いてみたいじゃないですか、なのでそういう聞くまりの仕事とか、なんだろうな、あとは個人的ななんか仕事とかいろいろちょこちょこしてましたよ。ドライブ行ったりとか。ドライブなんかしないですよ。しないですか。ドライブですか。あの車で移動はしますけど、自分でなんかドライブどっか行くっていうそんな時間はなかったですね。あ、そんな時間はないってことですよね、はいはいはい、そうですよね、はい、あ、わかりました。ゆうたさんは、あんまり普段と変わんないですよね。生活リズムがなんか特になんか変わったこともやってないし、旅行も行ったわけでもないし、いやでも走ってたよね。いやオフになったら、まあオフになってそうですね、うん、気まぐれで走るんですけど、うん、やり始めると結構続くんですけど、一回止まっちゃうと。いや、寒くなかったですか、めちゃくちゃ。一回あれなんですよ、マリノスの新横浜の事務所で一緒になって、はい、ゆうとどうしたのって言ったら、こっから家まで走って帰りますとか言って、いやそれ結構厳しいよとか言いながら、じゃあ行ってきますとか言って帰ったんですよ、はい、でその日はまあ連絡取らなかったんですけど、その次の日どうだったって、多分家までね20キロぐらいあったんだよね。そしたらなんか10キロ足らずぐらいで、もうそこから歩きましたとか言って、で家帰ったら何時とか言ったら、なんか3、4時間とか4時間ぐらいかかったって。だいぶ古い話してます。だいぶ古いけど、3、4年前の話ですね。あの試合負けたっつって、もう走ろうっつって走って帰ったんですよ。そしたらまあ多分表示では20キロぐらいなんですけど、多分もっとあるし、こうアップダウンもあるんで、はいはい、しかも真夏だったんですよ。水も持たず、金も持たず、途中死にそうになって、でなんか横浜なのにめちゃくちゃ怖いところがあって、竹やぶみたいなところが、もう絶対走んのやめようと思いました。そっから走って、あのそういうのはやってないです。なんかどっかで聞いたことあるなんか動画の主人公みたいにするんですか。何も持たずに歩いたみたいな。いやだから甘く見てるんですよね。あ、ランニングを。ランニングをね、うん、ランニングを総じて世の中をみたいな、うん、なことないですかね。はい、それではですね、今期の F マリノスについてお話を伺いたいと思います。それ一番聞きたいところでしょ、皆さん。そう取っといたんです。あ、取っといたんですか。あ、そうです。はい、まずは、初タイトル取ったじゃないですか、富士フィルム、そして、リーグ、あのアウェーでしたけど、リーグ戦第1節ね、初戦勝ちました。
川崎にね、はい、はい、そのことについてどんな感想ですか、藤本さん。いや、やっぱり大事な試合で、はい、連勝できたのはすごいいいと思いますし、まあ、もちろん今日ねホーム開幕戦なんで、またそこで勝ってもらって、まあ、スタートダッシュっていうのは大事だと思うので、まあ、そのまま行ってほしいですね。はい、勝さんは。あ、僕、はい、まあ、スーパーカップはもう6度目の正直だったんで、なんかこう嫌なジンクスをこう打ち破ったっていうか、やっと取れたっていう、うんうん、まあ1回は天皇杯勝ったからあれチャレンジしたのかな、あとはタイトル取って、でそんな中でなかなか取れなかったっていうところで今シーズン一発目取れて、でこの間の、開幕戦は、まあ、昨年の1位と2位じゃないですか、はい、でそんな中でやっぱり一番34試合の1試合じゃ僕聞かないと思うんですよ、そのぐらいインパクトある試合だったと思うんで、そこで、まあ、マリノスのアタッキングフットボールがこうなかなか表現できなかったかもしれないですけど、しっかりと、まあ、王者のこうプライドを見せれたんで、すごく今日に繋がってんじゃないかなっていう、うん、今日はすごくやってくれると思いますよ。そうですね、はい、ホームですし ね、はい、期待したいと思いますけどもね、はい、ゆずさんいかがですか。まず結果としてはもう最高の形でスタートして、まあ、内容は、まあ、課題ももちろんありますけど、でもマリノスらしいサッカーも見せてくれたし、まあ、今日はホーム開幕戦で相手もレッツってことで、多分たくさんのお客さんも来ると思うんで、その中でまあどんなサッカーを見せてくれるのかなっていうところはありますよね。楽しみですよね。はい、ね、はい、それでですね、今シーズン、あ、今シーズンというか、まあ昨シーズンのお尻の方になっちゃいますけど、まあ、中川選手とかレオ選手とか岩田選手、移籍してしまった選手もたくさんいらっしゃいますけどもね、今期のチームの戦力どんな感じで受け止められてますか。いや、でもポイントポイントでやっぱり補強して、まあ、抜けた穴は大きいのかもしれないですけど、それに伴う出る選手は取れたとは思うので、まあ、新しく入ってきた選手はまあ、マリノスのスタイルに合わせたりとかっていうのは時間はかかるかもしれないですけど、でもそれは今までいた選手たちがサポートしてちゃんとまとめ上げてくれるとは思うので、そこまで別にダウンしたとも思ってないですし、はい、だから楽しみですよね。ハトさんはいかがですか。まあ、去年は去年で今年は今年だと僕は思ってて、まあ本当新しく加入してきてくれた選手たちもスーパーカップでいうと上島選手がストッパーなのに右サイドバックのところで、いや本当いいプレーしてましたよね。そういう意味ではすごく対応力あったし、でこの間の川崎戦では井上選手がね出てきたりとか、なんかこうまた新たなマリノスの武器になる選手たちが加入してくれたんで、逆になんかどういうふうにこう化学反応が起きていくんだろうなっていうのが楽しみでしょうがないですよね。化学反応ね、うん、そうですよね、はい、全くその通りです。ゆうずさんはいかがですか。そうですね、まず高岡が移籍してちょっと不安な感じだったんですけど、まあ、帯がすごい素晴らしいパフォーマンス今見せてて、でその上ヒロキも帰ってきて一森選手も取ってきて、まあ、そこのポジション争いも熾烈だし、センターバックもすごいレベル高いんで、まあ、そこは個人的にもセンターバックやってたんで楽しみなところでもあるし、ボランチ もう誰が出てもすごい層が厚いなと思います。で新加入の選手ももっと早く見てみたいなっていう、この前も井上健太途中から出ましたけど、なんかすごいやりそうな雰囲気もあるし、早かったよね。早いっすよね、うん、だからもうちょい長い時間どんな感じでやるのかとかすごい楽しみですけどね。なるほど、はい、じゃあ個人的にでいいんですけど、ピンポイントで今季はこの選手注目したいっていう選手いらっしゃいましたら。そうですね、まあ僕はまあやっぱりキーボーに、はい、注目したい。やっぱメインパーソンですからね、はい、やっぱりポイントになるか、キャプテンですし。そうですね、まあ知ってる、ね、一緒にやってたっていうのもあるんですけど、頑張ってほしいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ハツさんは。僕はね、まずキーパーというポジションのところをフォーカスしたいのと、あとはその前線のところアンデルソン・ロペス、もう今シーズンのキャンプ見てる時からもう
昨日の菊間にでもねちょっと特集があったんですけど、まあ本当絞ってきたし体を、で本人もこのチームだからこそ得点を狙いたい、結構ねあの優しい雰囲気であんまりそういうこと言わないのにそういうことを喋ってくれたんで、ちょっとね今シーズン得点を期待したいなと思いますけどね。はい、はい、ありがとうございます。ゆずさん。僕は角田ですね。あ、角田選手、角田めちゃくちゃいいと思いますし、ただその争うところがまたエドアルドなんで、うん、そこのすごいレベル高い争いで、エドが帰ってきたら右サイドバックまで やってたんで、うん、まあ、彼は今年かなり本当活躍次第で代表とかもあるんじゃないかなと個人的には思ってますけど、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ、そろそろちょっとお時間来てしまったんですけども、ズバリ今日の予想だけ何対何で、まあ、ゆうぞうさん対応お願いします。2-0 で、はい、あのクリーンシートで勝ってほしいです。あ、はい、ね、はずさんは、僕はやっぱり今日大量得点4得点とやっぱりどんなことがあっても1失点ではね、まあ、やっぱアクシデントあればしょうがないかなと思うんで4対1で、はい、ゆうぞうさんは3-0がいいですね。3-0、はい、3-0クリーンシートで、クリーンシートがいいですね。そうですね、はい、どうしましたどうしたのかなと思って僕もちょっとあれでしたけど、はい、ということでございまして、じゃあ、皆さん、本日はこっちで勝つと、はい、一言で言うと勝つと、はい、もうそういう髪の毛になってますよ、よし勝つぞって。そうなんですよ、はい、ちょっとバサ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 しちゃって、はい、そんなことでいいですけどね、はい、はい、それではですね、最後に、一言ずつまた皆様に、今日の意気込みも含めてですね、ちょっと、はい、はい、まあ、今日は本当にありがとうございました、まあ、これから試合があるんで、まあ、全力で応援して、皆さんと一緒に勝利をで笑って帰れたらなと思ってます。そうですよね、はい、やっぱ笑って帰れるかどうかって、はい、はい、初さん、いや本当に純子もね今シーズンからこうやってマリノスに帰ってきてくれて、で また、木田の話じゃないですけど、本当マリノスファミリーでまたこう笑顔になれればそういう年にしたいなと思うので、皆さん一緒に一丸となって応援していきましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてゆうぞうさん、最後に、まずは今年も1年間よろしくお願いします。あんまり面白い話できないかもしれないですけど、なるべく頑張るんでお手柔らかにお願いします。いや、相当楽しいですよですよね、皆さんね、はい、ありがとうございます。さあ、ということでございまして、レジェンドトークショーということで、藤本さん、そして鳩さん、栗原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと幸いでございます。